私の名前はカモミール美香、53歳。かれこれ20年以上パチンコ屋で働いている。実際に打つこともたまにはするが、これは趣味程度だ。私の働いているホールは北海道の人口2万人の町の設置台数300台ほどで、従業員は12人。平均勤続年数10年以上ですっかりファミリーだ。女性従業員は3人。なんと私は最年少。年配のお客様に、おい姉ちゃんと呼ばれる怪奇現象を踏まえても、ホールの雰囲気は分かってもらえるだろう。これは私が2000年から現在までのど田舎の小さなパチンコ屋での出来事だ。パチンコ屋では時々不可解な出来事が起きる。内容はオカルト的なことから、なぜだろうと首をかしげる程度のものなどいろいろだ。例えばある日の夜中に、ホール内のあちらこちらの警報が鳴っているから、きっと何かが動いているので確認してくださいと警備会社から連絡が入り、店長が不在のため、私が警備会社の担当者と念のために呼んだおまわりさんと一緒に戦闘態勢で真っ暗な店に入っていく。私は自慢じゃないが、ド級のビビリだ。吹雪の日に雪と風に反応して無人の自動ドアが勝手に開け閉めしているだけでも軽く腰を抜かしてしまう。真っ暗なホールの中で何かが動いている物音がしていて、懐中電灯の光に目が反射している。その時点で腰が抜け戦闘離脱してしまう私。電気の場所を頼もしいおまわりさんに教えて点灯してみると、タヌキが滑るホールの中で足を取られながら爆走していた。さすが田舎。それから警備員さんとおまわりさんでタヌキ捕獲大作戦が始まり、逃げるタヌキをおじさん3人が本気で追いかけ、なんとか捕獲し無事にミッションを終了した。クマじゃなくて本当によかった。数時間前の遅番で最終点検した時点では何事もなく、念のため調べてみたのだが、店内や屋上、屋根裏に穴が開いているということもなく、一体どこから侵入したのか不思議な出来事だった。そんなある日、お寺の跡取り息子の住職、推定年齢28歳がお昼近くにご来店。住職は早朝からお寺のお勤めをし、お参りのない日は必ず来店してくれ、従業員ともフレンドリーな常連さんだ。設定判定や演出、機械割り、モード振り分け、やめ時などを熱心に研究していて、自分で YouTube に投稿しているのだが、坊さんスロッターということに加えて喋りも面白いので、なかなかの人気らしく、そこそこの収入があるらしい。ただ私はなるべく住職には近づかない。なぜなら住職は恐ろしく霊感が強いのだ。時々コイン捕獲時や帰り際に、あそこでパチンコ打っているお客さん、いいのがついているよ。何がいいの？ここ数日納骨堂にいるから帰るのが憂鬱だよ。何がいるの？など霊感を披露するのだが、本気で怖く笑顔が固まる。住職の台が調子よく出ている時でもいきなり、枕経のご依頼がある予感がするから帰るよと帰ることも数回あった。そんな時は必ず地元の新聞にお悔やみが掲載されるので、さらにビビる。そんな霊感バリバリの住職が今日はよりによってスロット呪音に座っている。パチンコやスロットの機種でホラー台に特化した富士商事のリングや呪音などは、演出だけでなくデモ画面までもがホラーなのだ。閉店後の静かなホールで呪音やリングから突然という悲鳴が聞こえるのは勘弁してほしいものだ。その富士商事が2003年に劇場公開された映画呪音とタイアップした5号機パチスラ呪音の後続機で、富士商事の6号機初となる呪音最短は、シリーズ初となるキャストの実写映像を搭載した新感覚のホラーパチスロというのが売り文句で、エンディングの画面で新たな呪いがまた生まれるという画面の右側にうっすらと怖いキャラが出現するのだが、初めて見た時には私だけに見えているのではないかと震え上がってしまったほどリアルな演出なのだ。全身に霊感をまとった住職は、なんとも楽しそうにノリノリで打っている。さすが住職、呪音の演出くらい平気で楽しめるみたいだね。ああ、今日の住職の代はかやこが出たので閉店まで分回すらしいですよ。なるほど、じゃあ今日は住職のコイン補充はヒデに任せるよ。スロット呪音は遊戯中にいろいろな場面で設定判別に役立つヒントが隠されていて、設定によりキャラが違い、かやこは設定4以上の予想が多いキャラで、機械割り 104% 以上なので、出現するとノリノリになってしまうのも無理はないだろう。話はそれるが、設定判定はスロッターには大きなミッションであり、これをいかに早くクリアして立ち回るか、己の感覚を信じて勝負するかで終始に大きな差が出てしまう。大当たりや子役出現の回数や演出セリフなどで早々に設定判別し、低設定ならば即やめして
高設定台を探す。それに反して己の勘ではなかなか大移動をするタイミングがつかめずに結果的に負けてしまい、大移動をした後にハイエナされ愕然とする場合もある。できれば前者でいた方がいい。バジリスク絆2や窓マギ2など演出などで設定判別する台や、花火のように子役出現率で設定判別する台など様々あり、スロッターはできるだけ早く高設定をつかむために日々勉強しなければならないのだ。話を戻して、ノリノリの住職の隣に座って打っているのは可愛い女の人で、不思議ちゃん。推定年齢23歳。不思議ちゃんはほぼ皆勤賞ではないかと思うほどの常連さんで、番長、ジャグラーなどなど人気機種をやり尽くし、呪音が導入して以来毎日呪音を打っている。毎日朝から来るのだが、仕事をしている様子ではなく、スロットの資金源が全くの謎なので、私たちはこっそり不思議ちゃんと呼んでいる。住職と不思議ちゃんは常連同士、顔見知りなどでとても仲良く打っている。階段から恐ろしい女がほふく前進で追いかけてきても、これ怖い、終わったら住職お払いしてね、オッケー、軽いなどと、もしかして交際していると思わせるほどに仲がいい。住職は独身なのだから、パチンコ屋でお寺のお嫁さんを見つけるのもいいだろう。あの二人お似合いじゃない？住職のお気に入りみたいですよ。結婚しちゃえばいいのに。結婚式はやっぱりお寺かな。ケーキカットは饅頭ですかね。妄想はどんどん膨らむ。時刻は15時過ぎ。相変わらずラブラブで打っている二人なのだが、住職が出玉が多いのに反して不思議ちゃんはさっぱり出ていない。どちらかといえばボロ負けまっしぐら。どんなに狙い男子が隣で打っていてもさっぱり出ないなら移動するが、帰った方がいいのではないかと心配してしまう。不思議ちゃんはそんな心配に気がつくわけもなく、三度にどんどん1万円を入れていく。不機嫌になるわけでもなく、テンションは来た時と同じく住職と楽しんでいる超 VIP 客。それから間もなくして、夜までぶん回す宣言をした住職が交換をして帰り支度を始めている。お参りの連絡でも来たのですか？あ、違うよ。辞めるのはすごく悔しいけど、横の女の人と離れたいから仕方がないよ。え？あんなに仲が良かったのに、また何か見えたの？ぶっちゃけ僕もいい感じって思ったけど、突然鳥肌立つし、すごく嫌なことに巻き込まれそうな予感がするから、適当に理由をつけて帰ることにするよ。私も帰りたい。住職はまたも恐ろしい予感を披露し、足早に帰っていった。不思議ちゃんは、寂しいなどしばらくごねていたが、住職が帰るとちゃっかり住職の打っていた台に移動していた。本当に寂しいのか？やはり住職の台は良かったようで、不思議ちゃんに交代してからもコンスタントに当たりを引き、不思議ちゃんも前半の負けを少しずつ挽回できそうだ。時刻は18時頃。ホールの物陰にお父さんと息子であろう二人が何かを話しながら同じ方向をずっと見ているような気がする。あの二人、さっきからずっとどこか見ているけど、何かあるのかな？なんか不思議ちゃんを見ているような気がする。本当だ、警戒しよう。確かに言われてみれば不思議ちゃんを監視しているようにも見えるが、二人で見ているだけでは従業員は何もできず、見守ることしかできない。当の不思議ちゃんは前半の負け分を回収すべく、恐ろしい年親かや子の演出と真剣に戦っているので周りは見えていない。ところが怪しい親子が写真を撮り始めた。基本的に台や装飾を写真に撮るのは黙認しているが、人物、特に広範囲はさすがによろしくないので、店長が二人に注意しに行こうと思った瞬間に、二人が不思議ちゃんのところに行き、お前いい加減にしろ、毎日パチンコしていただろう。あんた家のお金持って行ってるでしょ、通帳はどうしたの、などとすごい剣幕で不思議ちゃんに怒鳴り始めた。従業員も他のお客さんも一瞬にして時が止まったように動きが止まる。不思議ちゃんはいきなりで事情がつかめていないらしく、おろおろしている。お前男もいるだろ、黙ってないでなんとか言え。あんた毎日仕事だなんて嘘ばっかり言って、子供の世話を押し付けて。それでも母親か。え、子供いるの？親子の怒りはヒートアップし、お昼のドラマでよく見る修羅場シーンのようだ。危うく母親が不思議ちゃんにつかみかかりそうになった時に、店長が止めに入り3人を事務所へ連れて行き、しばらくして3人は
裏口から帰っていった。店長ナイス判断。あの親子は不思議ちゃんのご主人とお姑さんで、不思議ちゃんは保険の外交で朝から忙しく働いていると嘘をついて、家事と育児を全部姑さんに押し付け、パチンコ屋に通い、お金持ちのご主人の家からパチンコの資金を調達していた。今日ご主人の友達が住職と仲良く打っているのを見て勘違いし、浮気相手とパチンコ屋にいると連絡してきたそうだ。そもそも仕事していたのなら給料をもらっていただろうし、いくらお金持ちでも変には思わなかったのか。不思議ちゃんの家族も不思議だ。それよりも不思議ちゃんが結婚していたことも子供がいたことにも驚いた。住職のことは誤解だと理解してくれたが、もしもまだ住職が打っていたらさらにややこしいことになっていただろう。それから一度も不思議ちゃんはパチンコ屋に来ることはなく、街で見かけることもなくなった。噂では姑さんとご主人に見張られ監禁生活を送っているらしい。住職の言っていた嫌なことに巻き込まれそうな予感とはこのことだったのかもしれない。住職のお嫁さん妄想で盛り上がっていたのに残念だ。これだからパチンコ屋の店員はやめられない。続く。